レーニング歴30年を誇る木澤選手は、その30年のトレーニングによって得た知識を生かして、トレーナー歴っていうのが、6年、7年、そのぐらいですか。トレーニング歴は、そうですね、7、8年ぐらいですかね、まだ、今は。なんか今、雨の後のタケノコのごとく、いっぱい新しくトレーナーになられる方がいるっていう話ですけど。そうですね。まあなんか結構SNS とかでね、こう集客したりとかって今はもう当たり前のようにできるんで、こう、まあ、自分をこうアピールして、そこに一般の見てる方が、あ、すごいこの人って言って教えてもらおうみたいな感じで、多分トレーナーとしてだと、まあ結構副業でやられてる方もいるだろうし、がっちり本業でね、一本でやる方も見えると思うんですけど、まあ、前からね僕言ってるんですけどね、やっぱりまずは、まあ、もちろん知識も大事なんですけど、自分でとことんトレーニングしてないと教えちゃダメだと思うんですよね。でこの知識っていうのはこうやっぱりね、この本であろう、本であったり、動画であったり、いろんなねウェブとかでもどんどんそんなもん覚えればいいことなので、まあそこを覚えてただただ教えれると思ってやってる人もいるだろうし、トレーニングをちょっとかじって、ある程度自分の体が変わって、なんかみんながちょっとこうね、人よりこういい体になったんで、あ、これで教えれると思って教えてる方もいると思うんですけど、まあ、どっちもねちょっとこうなんかまあ時代ですね。本当のトレーナーっていうのをちょっとこうお客さんが見てから見極めないと、そろそろダメなんじゃないかなっていうふうに思いますよね。トレーニングって何もできない人にこうある動作をしてもらうってみんなできないんですよ、そんなすぐには。でその時に何が必要かっていうと、この人はなんでこれができないのかっていうのを見極めないとダメなんですよ。でそれが見極めれないとアドバイスが、的確なアドバイスができないですよね。で見極めるためには相当自分でやり込んでないと見極めれないですよね。でそれがじゃあ実際できるのかっていうところですよね。なんか僕の例えば好きな、まあ、ゴルフで例えれば綺麗にスイングは作れます、お客さんのね。でじゃあそのお客さんがゴルフ場に実際に行ってコースを回ります。でもコースに出るともうなんすかこう一時として同じ場所ってないんですよね。同じシチュエーションってないんですよね。風が吹いたりだとか、ボールが沈んでたりだとか、バンカーにボールがあったりだとか。だから例えばスイングだけ作れたとしても、まあそれは土台なんですけど、臨機応変にそこに行って何もできないですよね。トレーニングも一緒で、知識とか自分ができるからって言って、じゃあそのお客さんに対して、その臨機応変にその場その場においてアドバイスができるかって、それ絶対できないです。例えばベンチプレスやりました、あるお客さんはなんかちょっとこう手首痛いですって言ってます、じゃあそれどうやってアドバイスするんですかって、絶対できないですよね。なんで痛いかっていうのは分かんないです。そんな痛い原因分かんないです。でもやり込んでる人って分かるんですよね。あ、こういう風に持ったら方がもっと痛くないとか。だからやっぱりそのぐらいのレベルにならないとやっぱ本当にトレーナーとして自信持って教えれないはずなんですよね。なのでその辺っていうのはすごいこう、まあだからって言って どこからね先がトレーナーになっていいか、自信持ってトレーナーって言っていいかっていうのは難しいところなんですけどね、まあ、少なくともやっぱり徹底的にトレーニングやり込んで、いろんな自分が経験をして、いくっていうのは大事だと思いますね。ちなみにそのトレーナーっていうのは
なんて言うんだろう、自己申請型っていうか、別にトレーナーなんて別に自分が人に教えますよって言えばもうトレーナーですもんね。お客さんがついちゃえばもう仕事として成立するんで、まあ、その辺なんかそういうのに関して例えば何々の資格がいりますとかそういうのあるんですか？いらないですよね。いらないんですか？僕資格ゼロですよ。何もないですよ。資格ないんですか？何もないですよ。運転免許しか持ってないですよ。運転免許、はい、僕オツヨン持ってますけど。あ、僕フォークリフト持ってます。あそれぐらいしかないですよ僕。あ、本当ですか？はい。え、でも木澤さん学校出て、学校出ても免許なんかないですもんね別に。そうなんですか？国家資格もないですしね。え、国家資格ないんですか？だからああいう海外の、ちょっと分かんないですけど、はい、なんかありますよね。はい、だからその例えばゴールドジムさんとかだとこの資格持ってないとうちではパーソナルトレーナーやれませんよとかっていう規定はありますけど、それぞれジムで、はいはいはい、でも個人でこうやってジムやる分には別に何もいらないですもんね、はい、免許いらないし、日本選手権ないっていうのは、まあ、肩書きで、まあ肩書きね、あのっていうことですかね、はい、うん、あ、そう言われてみると、まあ僕の仕事である写真ビデオですよね、一緒ですよね。ないですね、ライセンスっていうのは。特にあのこういう写真撮れますよって言って仕事撮ってくるっていう。そうですね、はい、じゃあ同じなんですね。一緒ですよね、まあ、仕事の形式としては、うん、そうですね。だから本当にこの知識、例えばダイエットなんかいい例ですよ。あの、こういうもの食べるとこういういいなんかね、まああるじゃないですか、はい、これ食べれば痩せるとかね、はい、それはまあいろんな知識があって、はい、栄養のことがいろいろ知ってて、はい、こう消化の仕組みだとかね、はい、あのどういうふうにエネルギー回路がとかっていうのが分かってても、はい、実際ダイエットできるかちょっと関係ないですもんね、うん、でもお客さんにとってはダイエットがしたいので別にそんな詳しい栄養のことなんかどうでもいいっちゃうじゃないですか。僕昔面白かったのが、僕の友達で、はい、大学のなんか研究室にいた子なんかな、はい、で、ボディービルの大会に出ると、はい、でしかもその子はトレーナー系の研究してるんですよ。でものすごいですよ、栄養学とか詳しいんですけど、はいはい、でダイエットのアドバイスしようかって言ったら、はい、いや俺はもう全てデータで、はい、これを食べれば何カロリーでこうもう全部もう全部スケジュールで組んであって分かってるから、はい、あの全く心配ないって言ったんですよ、はい、でしばらく会わなかったんですよ、はい、で大会の当日会ったら、はい、全く絞れてないんですよ。まあ、そんなんですよ。だから結局そのデータとかそれで分かってても人間の体ってそんな簡単に動かないんで、お客さんに教えてるときなんかなおさらですよね。ずっとこのカロリーでやってってもね、あの勝手に落ちてくお客さんと全く落ちないお客さんもいれば、ね、あのもう臨機応変にいろんなアドバイスしていかないとダメなんで、まあなんでトレーナーってそういうとこなんですよ。それなんでアドバイスできるか、ちょっと自分が止まったり経験してるとかね、あといろんなお客さん見てデータがあるとかっていうところでアドバイスできるんですよね、はいはい、僕の、知り合いが病院で働いて、やっぱり病院なんで栄養士さんっていうのがいて、はい、あの栄養のこともプロなんですけど、うん、その人自身がすごい太ってるんですよ、うん、でなんかいろいろやっぱりアドバイス、うん、何キロカロリーにしなさいとかこうする場合はこうだあだっていろいろ言うんですけど、うん、自分にはできないんですよね、うん、そうですね、はい、なんかそれ見た時に施術される、うん、カイロプラクティックとか、うん、どんなにすごいもうゴッドハンドと言われる人でも自分できないじゃないですか。自分直せないですね、うん、なんかまあそれとはちょっと違うのかもしれないですけど自分ができないっていうのはやっぱちょっとね、うんうん、なんかやっぱ問題っていうか、やっぱ知識としての部分とそれを応用できるかっていうところはかなりやっぱり違うかなっていう。まあそうですね、まあ、だから全てを兼ね備えてれば最強だと思うんですよね、うん、だからあまりにもその、今はちょっと偏っちゃってるのかなと思いますね、うんうん、その経験不足であったり知識だけあって、理論的なところもすごいあるんだけど、
実技的なとことか経験値が自分の中であんまりないとっていうところですかね、うん、選ぶ方からしたらどうすればいいでしょう、ね、とにかくパスナルついたらとことん突っ込むといいです。これなんでここに足を置くの、なんでこうやって握るの、なんでこうやってやるとここに効くのとか全部聞くといいです。でパッパッパッパ答えれないのやったらもうダメです。あなるほどね。なんかちょっと濁したりとか、なんか答え聞いたことに対して的確に返してこないなと思ったら、ああそんなレベルなんだなっていうふうに思っちゃえばいいです。なるほど、ね、なんでお客さんがやっぱりいろいろ聞くといいですよ、うん、なんでなんでなんでっても本当に鬱陶しいぐらい聞いてあげればいいです、うん、もう別に仕事なんだからね、それ答えれないとダメです、うん、ちゃんと、うん、なかなかでもそれ難しいって言えば、うん、難しいですね、そういうのね、でも確かにおっしゃる通りで、全て分かっている方だったらパッパッと答えられる、答えられますし、経験があるんだったら多分その経験から、いいアドバイスができると思うんですよね、うん、だって普通になんか同じことを同じみんなにやらせるんだったら別にあれ説明書読んで、ね、まあ、スポーツクラブとかにありがちですけどマシンの使い方だけマニュアル通りに教えるトレーナーと何も変わんないですよ、うん、パーソナルトレーナーじゃないですもんね、パーソナルトレーナーって言ってるだけで結局10人いて10人に同じこと言うのただ1人に言ってるっていうだけじゃないですか、それじゃパーソナルではないですね、パーソナルトレーナーっていうのはいわゆるオーダーメイド、まあそうですね、まあ別に詰めてますけどね、うん、その人に合わせてできるからパーソナルなんですよね、わかりました、はい、ありがとうございます。